はいどうも皆さん、こんにちは、ゆうきです。さあ、今日もですね、皆さんと一緒に楽しくチャート分析の方をしていこうかなというふうに思っておりますが、本日がですね、8月の26日の木曜日、時間がですね、午前11時15分というところで今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなというところでございますが、僕のチャンネルでは365日、3年間休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕のチャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど、 楽しくお送りするエンタメチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある人、仮想通貨の投資を始めてみたい人、FX やってるけど、チャート分析に自信がない人、えー、こちらの方はですね、僕の動画を日々見てもらうことで、えー、僕と同じレベルのチャート分析はすぐにできるようになるよっていうコンセプトで動画の方をお送りしておりますので、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、そしてグッドボタンを押してですね、応援の方をしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたしますよということで、早速ね、今日もね、本題に入っていくんですが、えー、今日はですね、 告知は2点ございますので先にお伝えしておきたいなというふうに思いますがおとといの動画ですね2日前の動画でお伝えしておりましたが昨日お休みいただいた分ですね今日頑張るでっていう方でねお伝えしておりましたが約束通り今日はですね皆さんが今見てもらってるこの動画プラス今日の夜8月の26日本日の夜9時21時からはライブ配信を。 今日は2本立てですね、えー、お送りしたいなと思っておりますので、えー、昼のねライブ配信はいつもねチャート分析を見にしてます えー、夜のライブ配信のですがね、みんなと一緒に楽しく、えー、チャットとチャット、皆さんのチャットいただいたコメントのね、えー、で、楽しく会話しようよっていうコンセプト、まあ今、最近流行りで言うインスタライブみたいな形ですかね、はい、でお送りしておりますので、ぜひですね、僕とおしゃべりしたい、楽しく会話したい、もしくは僕の自分のアカウントネーム読んでほしいみたいな方もですね、ぜひ遊びに来てもらえると、存分に満足していただける、楽しんでいただける内容になるんじゃないかなと思いますので、お時間ある方は遊びに来ていただけたらなと思います。はい。でもう一つ はもう最近ずっと言ってるからあのー、WSAT の参加の仕方は細かく、えー、詳細はね、えー、例えば前回の動画の冒頭5分ぐらい見てもらえたらわかるかなと思うんですが、まあ、簡単に紹介しておきますと動画の概要欄の、えー、一番上の WSAT の参加用の URL リンクから、えー、トップページに飛んでもらって、えー、チーム戦であれば僕のねユーキーズっていうチームがあるのでそちらの方に参加するボタンを押してもらうみたいなところになるんですが、えー、そちらにですねついに、えー、もう一 ポン、えー、参加する意ができましたね、えー、大きなボーナスキャンペーンっていうのがね、昨日、えー、うちの担当のしゅんちゃんから入ってきました。で、えー、3段階ありまして、30ドルのボーナス、300ドルのボーナス、なんと最大ですね、3000ドルのボーナスがもらえるっていうキャンペーンになっておりまして、ちょっとね、詳細がね、まだね、口で説明すると多分伝わりきれへんから、今ちょっとね、しゅんちゃんに票作ってもらってます。で、票ができたらまたね、動画の方で、えー、発表したいなっていうのと、 この動画で説明しちゃうとね、あの説明だけで時間取ってしまって、あの、時間かかっちゃうので、まあ、詳細ライブ配信でお伝えできたらなと思ってるので、またライブ配信遊びに来てください。あ、で、もしライブ配信遊びに、リアルタイムで遊びに来れない方も、アーカイブに残しとくから、またそちら見てもらえたらと思いますよ、というところですが、最大3000ドルのボーナスがもらえるキャンペーンというのがスタートしましたので、ぜひそちらね、あの、もうすでに WST に参加してくれてる方も、このね、キャンペーン、応募することができますので、皆さん応募していただけたらと思うんですが、 えー、まず最低条件として WSOT に参加していることこれはチーム戦でも個人戦でも、えー、どちらでも構いませんチーム戦やったらぜひ僕のチームに入ってほしいんやけど個人戦でも構わないで、えー、バイビットのね得点センターっていうのがあります、はい、得点センターっていうのがあるのでそちらの方に、えー、行ってもらって ねえー、そのね、クーポンコード、特典コードっていうのを、えー、入力する画面がありますので、そこに、wsotvip、えー、wsotvip のこのね、ローマ字7文字ですね。wsot、v はビクトリーの v ね。はい、ビクトリーの v、vip。I P このね、ローマ字を大文字で入力してもらって、えー、応募するという形でキャンペーンに参加することになりますので、そちらをまずしておいてもらえると、えー、その入金額に応じたボーナスをもらうことができるようになりますので、えー、そちらですね、ぜひ皆さん、えー、やっておいてください。はいで、えー、一応ね、このボーナスの注意点だけ1個お伝えしておきたいんですけど、ボーナスもらった方も注意してください。出金はできません。 はい、出金はできませんトレードの証拠金として使うことができますのでそちらだけ最低注意事項としてね覚えておいていただけたらと思います、はい、ボーナスもらった後に入出金してしまうとボーナスが消えてしまうっていうこともありますのでこのあたりもしっかりとね注意をした上でボーナスを受け取ってもらうっていうのは忘れずにしておいていただけたらなと思います はいでは早速ね、えー、本題の方に入っていきますが今日は気になるニュースはなかったので時価総額ランキング見た後はいつも通りの流れねビットコインの円建て見て、えー、ドル建ては6銘柄ビットコインインスタリアムリップル、えー、カルダノエダちゃんポルカドットちゃんユニスワップちゃんと6銘柄の方チャ、えート分析していきますのでぜひね気軽に最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。 はいでは早速、時価総額ランキング見ていきますが、まあ、全体的にはプラスが目立つような相場かなというところです。まあ、プラマイゼロぐらい、24時間変動費やとね、と、えー、いうところもありますが、結構ね、大きめに上がってきてる部分もありますよというところです。で、いつも通りのエンジンコインチゃ見ていきますが、うーんとね、今が220円ぐらいかな、まあ、かなり大きく上がってきてます。で、100円ぐらいでねあの、全然拾えるよねっていう話はしてたので、3回100円でバウンドしてるから。 いろいなんて話はしてたので、まあ、かなりでかいプラス、まあ、今現状2倍ぐらいになってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ここから先ですね、一応210円ぐらいが人、えー、 ポイント目かなっていうところでお伝えしてたので、まあ、この辺りで原資抜きしといてもいいかなっていうところではあるんですけど、もしこの200円台キープできるんであれば、300円までは目指せんじゃねえのっていう風うに僕は思ってるので、まあ、この辺りで、ね、人それぞれ資金っていうのがあるので、資金管理をしつつ、えー、原資抜きをして、この後の利益を取っていくもよし、ね、このまままだね、300円まで引っ張るんだっていう方も、まあ、その辺りをね、皆さん個人個人で判断してもらえたらいいんじゃないかなと思います。 はい。とりあえず僕の中では25日戦、冷やしレベルの25日戦割るまでは、300円というところは目指すような動きっていうのになってくるんじゃないかなとっていうふうに思ってるので、まあこのあたりはね、参考にするもやし、ね、参考にしないもやし、えー、っていうところでございます。はい。では早速ね、え円建てのビットコインの、えー、チャートに移っていくんですけれども、ただいま4時間足し、えー、皆さんに見てもらってますよと。はい。まあ昨日ね、ツイッター、えー、言いましたけど、 勇気が釣り行く。で、圏外になる。イコール下落するみたいなところが、最近本当によくあるので、ちょっとね、エンタメ風にお伝えしましたが、まあ実際ね、僕が釣りしてる間に下落してきましたね。はい。で、今現状が、えー、リバ、リバってきて、サポートされて、しっかりと上がってきたような状況でありますよというところですね。はい。で、ちょっと復習しておくんですけれども、 まあ今回のね、この下落に対しても、えー、今回のサポートに対しても、どちらに関しても僕の動画を見てくれてる方やと、まあ、取りやすかったポイントになってるので、まあ、若干ね、復習をしておきたいなというふうに思います。まず一つ目が、えー、今回の下落ですね。この下落、昨日の下落に対してなんですけども、まあ、円建てではっていうところなんですけど、まあ、綺麗なね、直近の高値に対するダブルトップができて、で、ネックラインが538万円っていうところ。 で、えー、そこを割った後に大陰線が出てきて下落っていうところだったので、このネックライン割れてから、えー、エントリーすれば、しっかりとこの下落幅っていうのは取れたかなっていうところ。で、なおかつ、えー、今回の上昇に対しても、これ見てください。直近の高値に対するロールリバーサル。で、しかもそこに対してダブルトップ、えー、ボトムが作られて、今回の上昇になったよっていうところ。 で、えー、直近の高値安値は注意だよっていうところはずっとお伝えしてきてるので、ここに関しても今現状、えー、538円まで戻ってきてるので、一度利確検討、利確をしておいてもよかったポイントで今、抵抗されている、えー、実態が確定したというところも考えると、かなり、えーまあ、これに関してはもう有機チャートと読んでもよかったような、えー、チャートの動きをしてくれましたよっていうところを、まず復習として、えー、伝えておきます。 はい、でここからなんですけれども今現状、えー、固まった4時間足が、えー、確定したポイントなんですけどここに関してもかなり、えー、意識されていたポイントであるっていうところで分かりやすかったかなと思います。 はい。ここ見てもらったらわかるかな ?1、2、3回実体で抵抗されてえ、今回ダブルトップのネックラインになったところで、えー、実体がほぼほぼ確定してきてますので、まあ、ここからの、えー、展開っていうのを、まずね、えー、僕的に分析していこうかなと思うんですが、まず1つ目が、ここでね、一度押し目をつけてくるっていうパターンですね。で、この押し目をつけるパターンも、僕の中では2パターン、えー、考えていて、まず1つ目が、ここ見てください。よいしょ。 この4時間足の実態、まあ、えっ、ー、とね、30分足で僕が、ここレンジだなーっていうふうに1回お伝えしていた、え、幅ですね、ぐらいのところになるんですが、まあ、ここのあたりで一度サポートをされて、まあ、ここで上昇トレンドが発生するパターンですよね。まずが、ここ,こが1つ目、1つ目のパターンになってくるかなっていうふうに僕は思ってます。はい。で、もう1つが、えー、このね、538万円、めちゃくちゃ意識されてるラインね。 ここに対して次はダブルボトムをつけてくるパターンなんで直近の安値ぐらいまで一度押し目をつけてくるパターンでーここでだい五百い523万円ぐらいかなこのあたりで底打ちをしてサポートをされてダブルボトムを作ってきて次はこの538万円を突破するかどうかっていうところの展開に入ってきて抜けたらダブルボトムで大きく上がってくるしダブ,ダブルボトムを否定するのであれば またもう一度ねそこ,を打ちそこを試しにくるもしくはレンジを作ってくるみたいなパターンっていうのもあるかなと思いますがこういったパターンを2パターン想定しておりますよっていうところでまあここでね抵抗されてこのね直近の安値も割れてくると今度はね下落トレンドというか 下方向に動いていくパターンっていう形に入ってくると思いますので、まあとりあえず523万円終わってくると危険だなっていうところは頭に入れておいてもらえると、まあ皆さんのトレードにお役立ていただけるかなというふうに思います。はい。で、もう一個がね、まあ、このレンジ幅、やっぱり効いてるのは効いてるので、まあ例えば530万円付近でサポートされるにしても、 この530万円から540万円ぐらいでレンジを組むっていうパターン、横横のパターンも、まあ一応ね、あの、想定はしておいてください。はい。ただまあ、僕の中では強いのは、 まず一つはこの530万円付近でサポートされて上昇トレンドを作るパターンと、えー、そこまでね深掘りしてきて523万円ぐらいかなこの辺りまでそこを作ってきてサポートされてダブルボトムを作っていくパターンこのパターンっていうのが、まあ、今のところ僕のね、えー、想定している強いパターンかなというふうに思ってますのでこの辺りはぜひ参考にしておいてください、はい まあ、このまま抜けてくるパターンもあるので、えー、そこに関しては530万円540万円抜けてくると、えー、結構強いんじゃないかなというふうに判断しておりますので、まあ、この540万円を起点に、えー、上で、えー、523、えー、万円に520万円割った時点,時点で下っていう感じで考えておいてもらえると、まあ、イージーにね判断していただけるかなと思いますのでこのあたりはね、えー 安ンにトレードしたいというか、上下っていうのをある程度はっきりさせた上でトレードしていきたいんだっていう方は、このあたりを、えー、参考にトレードしていっていただけると、まあ分かりやすいのかなっていうところですね。はい、このあたりは参考に、えー、しつつ、皆さんのトレードに役立てていただけたらなというふうに思います。ほい まあ今日はね、もうちょっとこの後ライブ配信でね、みんなと楽しくおしゃべりできるかなと思うので、まあ結構サラサラサラとチャードム析は終わらしてね、えー、この動画は終わりたいだと思いますので、えー、気軽にねお付き合いいただけたらと思いますが、えー、ここからドル建てで見ていきます。えー、ドル建てビットコインですね。これも同じく4時間足です。はい。で、えー、これに関しても、まあ、若干ね、そのダブルトップかって言われると、ダブルトップは、ここはね、ドル建てやと組んでないので、 若干のゼロあ,あ,あるにしてもえ、意識されてるラインはもう間違いなくここですね。4万9300ぐらい。まあ4万9000付近で考えておいてもらってもいいかなと思うんですが、4万9000、もうここは間違いなく意識されてると思います。どれだけで見てもらっても、よいしょ、ここに関してはもう実体験でしっかりと抵抗一 1回、2回、3回されて、で、え次は、ここですね、サポートもされた、レジサポ転換をしっかりしているラインでありますので、まあ、ここは意識しといてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい。なので、49,300っていうのを明確に抜いてくるようであれば、次は僕はグイッと上に上がってくるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、このあたりはぜひね、あのこの数字っていうのは覚えておいてもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ここからのポイントでいくと、 一応、まあ、全くね、エンダーと同じような戦略にはなるんですが、えー、このね、49,300っていうところをネックラインにして、まずはダブルボトムを組むような動きになるんじゃないかなっていうところが一つ目なんですけど、その手前に、このね、 ちょっと見てもらったらわかるように、ここですね、このダブルボトムを作ったネックラインになっているところを次はサポートにして上昇トレンドが、えー、発生するというパターンもありますので、まず1段目としては、えー、そうだな、だいたい48,500ぐらいから48,200ぐらいかな、このあたりのサポートっていうのは見ていきたいなというふうに思ってます。なので、ここから買い下がるっていうのは全然ありかなと思います。はい。 買い下がりは全然ありのポイントで4 8000ぐらいで、えー、買っていってでもし抜けてきたら次はダブルボトムの底、えー、こで,ですねの感じの4 7400ぐらいまでこの辺りまでの買い下がりは全然僕の中ではありかなとで、えー、そこを抜けてきたら、えー、ついにですねチャンネルの加減も終わってくる形になるので一度、えー、下に走るかなっていうふうに考えておりますのでここからは戻ってきたところを売っていきたいなっていう感じ で、考えておりますので、このあたりの価格帯っていうのは、えー、頭の中に入れつつね、あ勇気、ゆうきこんなとこ言ってたなーっていうところで、えー、トレードしていただけると、皆さんのトレードに役立てていただけるかなーというふうに思いますので、ここはね、ぜひ参考にしてみてください。はい。なので、まあ一応ね、えー、お伝えしましたが、だいたい48,400から 48,、48,500、えー、くらいかな。48,500から48,200くらいまでは、サポート見ていきたいよっていうところ。 でもう一つが、えー、47,500ぐらいからだいたいたまあ下ひげでいくと47,200ぐらいまで、えー、このあたりまではサポートを見ていきたいよっていう感じでこの2ポイントが、えー、僕の中ではロングの入っていく、えー、ポイントトリガーになってくるかなというところで考えております。 はいでここから先もしで、ね、4万7000割ってくるようであれば、えー、僕の今見ているチャンネルの加減も割ってくる形になるのでここから先は、えー、ショート主体の、えー、一度、えー、手法を取っていこうかなと 200EMA とかね、えー、この辺り4時間足レベルで 200EMA とかがサポートになる,なるまでは、えー、ショートで大きく取れるかなと思いますのでここから先の絵、えー、は、えー、ショート、えー、主体の えー、シナリオを、えー、立てていこううかなというふうに考えておりますのでこの辺りをね参考に、えー、皆さんの、ね、トレードに役立てていただけたらと思いますとりあえず4 9300ここ抜けてくるとお上上がるんじゃねえのみたいな感じで考えておいてもらえたらいいかなというふうに思いますのでこの辺りを参考に皆さんのトレードに役立ててみてくださいはい、でで続きましてがですねイーサリアム 見ていきますが、イーサちゃんが若干ね、チャンネルの加減割ってんのよねーっていうところなんですが、まあ一応ね、まずこの、えー、赤いトレンドラインは引いといてもらえてもいいんじゃないかなと思いますが、このあたりですね、この高値の切り下げラインから、えー、ここですね、安値が、えー、2点効いてる。このトレンドラインは、えー、僕は効いてるかなと思ってるので、まあここは引いといてください。 はい、で、えー、今ね、チャンネルの加減に対しても、えー、裏タッチで抵抗されてるので、こっからは、えー、注意が、ここですね、この三層注意ね、この三層はちょっと注意はしておいてください、イーサリアムは。三層決まるんやったら、一時的に下落してくる可能性はあるので、えー、3100ぐらいかな、3100割るようであれば、一度ね、えー、大きな調整というか、下落はしてくる可能性はあるかなというふうに思ってますので、ここは一度注意。 ただ、3000ドルを割るかって言われると、僕、3000ドルはサポートにもあると思うので、まあ、もしね、えー、3100ぐらいからショート取る方、もしくは今現状でショート取る方も、3000ドル付近は一度利確検討が必要かなというところでございます。 ただ3000ドルを大きく割ってくるようであればもう一段下がってくるもう一回大きな下落っていうのが、えー、もう一段下を、えー、深掘りしてくるっていうパターンは、えー、十分ね想像できますので、えー、想定できますので、えー、ショートを取ってる方は3000ドルを一気に割ってくるようであれば持ち越しっていうのもありかなというところでございます、はい、なのでこのあたりはね是非参考にしつつトレードしていただけたらと思うんですが うんこのね、3130ぐらい、3100付近なんですけど、ここをサポートに回すのであれば、まあ、3ゾーンを否定する形から大きく上昇してくるパターンっていうのも十分想定できますので、まあ、このあたりは3100が起点になるかなと思います。はい、3100を割ってきたら一度下,を目,下目線。 で、3100をサポートにするのであれば、一度大きな上昇っていうのを見ていってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってますので、イーサリアムはこのあたりをね、えー、参考にしつつ、えー、3100をね、えー、分岐点として上下っていうのを考えておいてもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ただ、えー、直近の、えー、高値、直近の安値っていうのは注意っていうところはもうお伝えしておりますので、もしね、3100を背にロングっていう形で取られた方も、 3,300ぐらいっていうのはちょっと注意ポイントになってくるんかなと思います。この辺りはね結構意識されてるので330、えー、ぐらいかな、うん。この辺りはちょっと理覚を検討してもいいんじゃないかなというふうに思いますのでこの辺りはぜひ参考にしておいてください。はい 3, 割ったらと 3,100を背にロングを取るんであれば3,300ぐらいが1ドカップポイントになりますが、えー、ズバッと抜けてくるようであれば持ち越してもいいんじゃないかなとその時のプライスアクション以下によっては、えー、半分に隠するもよし、ねえー、そのまま全額、えー、持ち越すもよしっていう感じになってくるんじゃないかなというポイントになると思うので、まあ、このあたりの価格帯を、えー、参考に皆さんのトレードに役立てていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。 はい、なので、まあ、イーサレム、総評すると、参、ま、拝、あ、形成するか、参を否定するかっていうところが、今現状、僕が一番注目しているポイントになりますので、このあたりを参考にね、トレードしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続きましてが、リップルですね。よいしょ、リップルが、よいしょ、こんな感じだな。まあ、難しいポイントではあるんですけれども、ん、意識されているポイントは、僕はもう間違いなくここやと思います。 ちょっと線、水平線引いてみるけど、ちょっとこのピンクのゾーン一回、よいしょ、消してみますね。よいしょ。意識されてるラインはもうここかなと思います。ここね、見てもらったら、まあ、大体もう直感的にピーンとくると思うんですけど、この抵抗されたポイント。 で、サポートされたポイント。で、今ちょっと抵抗されているポイントも加味すると、まあ、このラインで、えー、いいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、こっから想定するポイント、えー、パターンでいくと、一度、えー、押し目をつけてきて、ここでのダブルボトムですね。このダブルボトムが一つ目の注目ポイントになってくるかなっていうふうに思います。なので、ネックラインが、えー、1.19なので1.2ですね。こっからもう一回1.2を抜いてくるようなことがあると、えー、上昇っていう形になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。 まあ安全に行くんであれば1.22ぐらいまで待ってほしいかなと思うねんだけど、まあ1.2抜けてくると1.2を背にロングっていうのは僕一つありかなと思いますので、このあたりはぜひ参考にしていただけたらと思います。はい。で、えー、もしショートを打つのであれば僕の中では、 やっぱりここやな、まあ。ずっと伝えてたと思う,と思うねんけど、1.1割れからですね。1.1割れから、えー、まあ、実態でいくとね、僕の中で1.05ぐらいまで待ってほしいねんけど、1.1から1.05、このあたりを割ってきたら、一旦それをシェインショートっていうのはありやと思うんですけど、うーん、ここまでは僕はショート打たへんかな。リプルに関して言っても。はい。なので、まあ、もし、えー、直近の1.1、えー、ダブルボトムのね、 ボトムを作るポイントになってくるとするのであれば1.1ぐらいかな1.1を背にロングっていうのが一番、えー、主体になってくるかなと思うんですが1.1割れたとしても1.05までは僕はノーポジかなと思いますはいで1.05割れて初めてそれを背にショートっていう形が僕の中では一応安全なショートの打ち方かなっていうふうに思いますのでまあ、このあたりは是非ね参考にするもよしっていうところでございます まあ四時間死でね、25EMA を割ってきてるので、しかも 25EMA に抵抗されてるのでね、このまま続落っていうパターンも全然あるんやけど、一応チャートパターン的にいくと、ここの、よいしょ、さっき言ったポイントね、1.151、ちょっと待ってや。 1.18、うん、とかかな、うん、この辺りがネックラインになってで、えー、ダブルボトムを作るっていうパターンはよく、えー、最近見られるパターンではあるので、うん、その、えー、作る作り方というか、えー、作ってくるパターンっていうのは意識しておいてもいいかなというふうに思いますはいなので直近の安値を割るまでは一旦えー、ロングは狙っていきたいで1.1、えー、を割ってきたら、えー、1.05まで、えー、割るまではちょっと待ってもらって で、1.05を割ってくると、それを背にショートっていう形で、えー、考えていこうかなというところで、僕の中ではシナリオを、えー、組んでおりますので、このあたりでぜひね、えー、参考にしてもらいつつ、皆さんのトレードに役立てていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、もしどうしてもね、ちょっとリスクは取りたくないんだと、えー、ある程度こう上をね、あの上が強いなっていう感じから入っていきたいんだっていう方は、この高値の切り下げラインですね。 を、えー、上抜けてから、えー、それを背にね今度は、えー、1.18とか1.2ぐらいを背にロングっていうのがまあ、一番安全かなというふうには思ってますはいなのでこのあたりはぜひね、えー、参考にしつつ皆さんのトレードに役立てていただけたらいいんじゃないかなというところでございます基本的にはま僕はまだ、えー、上、えー、なんじゃないかなというふうに思ってますので さっきもお伝えした通り1.1終わるまでは上を見ていきたいで1.05終わったらショート主体の、えー、手法に切り替えていこうかなと、えー、シナリオに切り替えていこうかなというところが大きく見てね、えー、そういう風なシナリオを組んでおりますのでこのあたりはね是非参考にして皆さんのトレードに役立ててみてくださいはい ただね、直近の高値である、えー、1.3ぐらい、このあたりはね、やっぱり抵抗されやすいかなと思うので、まあ、もしね、今現状、例えばですけど、1.1時、おせにね、ロングで取れた方でいらっしゃっても、もしね、上に上がってきた場合は1.3ぐらいっていうのは、理学検としてもいいんじゃないかなっていうポイントになってくるかなと思いますので、このあたりの価格帯っていうのも、ぜひね、頭に入れてトレードしていただけたらなというふうに思います。はい。では続きましてが、エイダちゃん行きます。えー、エイダちゃんが、 まあやっぱね、強く上がってきてるんですけど、そうだな、ここはやっぱりね、意識されてるなっていうところが2.5ですね。2.5から2.6ぐらい。このあたりはもう意識されてるなっていうふうに思ってますので、まあ、ここを割るまでは上を見てもいいんじゃないかなっていうところです。はい、ここを分岐点に上下の判断っていう感じに僕の中では、えー、考えております。はい、ただ、ショートを、えー、1.5、えー、終わったからって言って、ショートを打てますかって言われると、 まだショートは早いかなっていうところで、やっぱりサポートの方が多いので、例えばやけど、えー、直近の安値ですよね、2.3、4ぐらい。このあたりで一時的な反発っていうのは全然想定できるし、なれたらこのね、このヘッドショルダーを作りに来るって考えると、一時的な反発もしくは、3、えー、を否定するパターンっていうのも考えると、やっぱショート打ちづらいし、 で、えー、直近のね、えー、この、えー、前々回、全然、前々前世から僕は高値探し始めたようの高値ですね、2.25、このあたりもやっぱサポートされても全然おかしくないかなと思うので、うーん、このあたり終わってからかな、ようやくかなっていうところ、まあ、ただ、4時間足の 200EMA 終わってからでも全然おしお、えー、遅くないかなと思うので。 やっぱまだショートは打ちづらいなーっていう感じがまあ僕の素直な、えー、感想です。まあこれはもうあくまで僕の感想文 <laughs> なんですけど、まあ、200EMA 割るまではうんロング主体で考えていってもいいんじゃないかなっていうところも込みで考えても、うんショートを打ち出そうかなっていうところは2.2ドル割れぐらいからかな,かなと思います。はい。2ドル割れたらようやく、えー、ショートを考えようかなっていう僕の中では相場に見えるので、 チャート形状に見えるので、まあ、この辺りはもう本当に参考にするもよし参考にしないもよしっていうところです、まあ、正直ここを高値って言われたら十分ショートは打てるんですけど僕の中ではどこで買いが入ってくるかわからんっていうところを考えると2ドル割れからかなうんっていうふうに思いますので、まあ、一応そこまでは僕の中ではロングの打つタイミングを測っていくっていうのが妥当かなっていうところです、はい、なので僕がショートを打つのは2ドル割れから えー、ここに関してはもうちょっとね、あのー、難しいポイントではあるので、名言というかできないんやけど、まだショート打つのは早いのかなっていうのが僕の考え方です。まあ、あくまで僕の考え方なのでね、あの、そのあたりはいろんなね、えー、賛否両論というか、えー、ポイント、えー うんと分析をされている方がいらっしゃいますので、まあ、自分の参考にできる方を見つけてもらうというのがいいんじゃないかなと思います。ただ僕の中では2ドル割れまではショートは打たないというところでございます。で、サポートを見ていきたいのがまず1つ目が2.5ぐらい、2.65ぐらいかな。2.5か2.6ぐらいというのはサポートを見ていきたい。しっかりとロールリバーサル、裏タッチングロペースが発生してますので、このあたりは えー、参考にしてもいいいいんじゃないかなかと思います例えばやけどトリプルボトム的な形を作って上昇してくるパターンっていうのも全然、えーえー、想定できるしっていう感じですねで、えー、次の、えー、サポートするポイントでいくんやったら2.3ぐらいかな2.3から2.4ぐらいなんですけどこの辺りでいくとこのね3ゾーンを作りにくる形から、えー、否定して上昇してくるパターンもしくは、えー、このね えー、2.3ぐらいをサポートにして上がってくるパターンっていうのも想定できるので、やっぱりまだ上が強いのかなっていう感じですね。なのでこのあたりはロングを検討してもいいようなパターンになってくるかなというふうに思ってます。はい。まあ、なので総評すると2ドル割れまではショート打たんってことです。<laughs> 簡単に言うとね。はい。いう感じで思っといてもらっていいんじゃないかなと思います。はい。では続きましてがドットちゃんですね。ドットちゃんが、よいしょ。こんな感じかな。 まだね僕、このトレンドライン聞いてる判定はしてるので、でプラスこの水平線ですよね。よいしょ。このこ,この、まあ、ダブルボトムできない形の動きをして、ま爆、あ、上げした感じなんですけど、まあこれも4時間足なんですけど、このネックラインだった大陽線、大陰線で切り返したポイントと、今の現状。 サポートされてるポイントっていうのが、まあ一直線で水平線が引けてくるので、まあここに関しては、このライン終わるまでは、えー、上を見ていってもいいんじゃないかなっていうところです。はい。ただ、そ、え、こ、ー、を抜けた後にショート打てるんかって言われると、ショートは打ちづらいので、僕の中では、えー、24ドル、えー、25ドルやね、25ドル割れから、えー、23.3ドルなんですけど、まあこの直近のやつですね。 ここの、えー、価格を割るまではノーポジ期間かなと思います。この空間はノーポジ期間。で、えー、23ドルを割れたら、ようやく23ドルを背にショートっていう形で考えてます。はい。なので、ここを割るまではノーポジ。で、23ドル割ったらショート主体の、えー、シナリオに切り替えていく。で、ただ、えー、今の現状、25ドルを割るまでは、25ドルを背にロングっていうのは全然ありやと思いますので、このあたりはぜひ参考にしてみてください。はい。で、もしね、あの、どうしてもちょっとこう、リスクを、 抑えてね、えー、エントリーしたいんだっていう方は、僕の中では27ドルを抜いてから27ドルをロング、えー、セにロングっていうのを一、えー、つ、えー、ポイントとして上げていきたいなというふうに思いますので、このあたりはぜひね、参考にしてみてください。はい、ただ25ドルをセにロングっていうのは僕は全然ありやと思うので、例えば25ドルをセにロングの方は、27ドルが、えー ロンングの、ね、利格の利検討ポイントにななるかなと思います27ドル、えー、高値の切り下げラインというところと、えー、直近ね、えー、レジサポ転換が起こったポイントの水平線が交わってくるので27ドルは利確検討ポイント。 になるかなと思います。25ドルからのロングは27ドルで利確検討で、27ドル抜けてくるんであれば持ち越し。で、27ドルを、えー、もしね、まだもロング持ててない方であれば、27ドルを抜けた後に、えー、27ドルを背にロング、えー。この2パターンで考えておいてもらっていいんじゃないかなというふうに思います。はい。そんなところかな、ドットちゃんに関して言うと。はい。なので、まあ、ドットに関しては総評すると、23ドル割れたら、えー、ショート。 で、25ドルを守り抜くんやったら、25ドルをセニロング、27ドルは利格検討ポイント。で、まだロングも出てない方でいけば、27ドルを抜けた後に27ドルをセニロング。えー、このね、えー3、3パターンを皆さんにお伝えしていこうかなというふうに思いますお。お伝えしておこうかなと思います。はい。ではね、最後にね、ユニスワップちゃん見ていこうかなっていう感じなんですけれども、ユニスワップちゃんに関しては、まあね、高値の切り下げラインは出てきちゃった。 てるんですけどそれ以上にこの辺りがやっぱりねきっちりサポートしてるっていうところも考えるとここねここはサポートしててで今回もそのヒゲでタッチでサポートしてるでこれ今4時間足で 200EMA もサポートに回ってるって考えるとここは割れへんのんちゃうかなーっていうふうに思ってるんですよねだからこっからもしね今、えー、少し落ちてきてるんですけど もう一回落ちてきたとしても、25.78ドルぐらい、まあ26ドル、約26ドル、このあたりをサポートに回せるんであれば、まあ、えー、さっきのね、ビットコインとかと同じく、ダブルボトムを組む形になるんじゃないかなというところで思ってます。はい。で、26ドルを背にネ、ね、ロングで取れる方も、えー、ありかなと思うんですが、 26ドル割れたらちょっと怖い。確かに。だ26点を分岐点で考えておいてもらっていいかなと思います。ユニスワップで言うと。ユニスワップちゃんは26ドルが分岐点。26ドル割れるとちょっと怖い。4時間足レベルで 200EM 割ってくると大幅に下がってくる可能性があるから、26ドル割れたらショート主体のえシナリオに切り替えていく形になるかなと思うんですけど、26ドル割れない限りは、えー、2 0ドル割,割れてもいいんだけどな。2 5点 7ぐらいまで考えといてちょっと細かくいくとやねんけどまあ26ドル付近を割れないで、えー、サポートされるのであればダブルボトムに期待で、えー、ネックラインが27.8ドル、まあ、28ドルぐらいになってくると思うのでまあ、このあたりですねここも間違いなく意識されてるんで水平線を引いといてくださいここまあ、ちょっと水平線というよりは長方形まあ、ゾーンになるんかなと思うねんだけどこのゾーンですねこの黄色いゾーン ここはもう間違いなく意識されてるよね。ここ、ダブルボトムのネックライン、えー、1回、ま、ここをダブルトップと捉えるのであれば、ネックラインになってるポイント。で、今回はこのダブルボトムの、えー、を作るのであればね、えー、ネックラインになるであろうポイントになってくると思うので、えー、27.5ぐらい、27.5ぐらいから、ま、28ドルぐらいまで、この辺りが、えー、抜けてこれるのであれば、僕は上やと思います。 上に上がってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、もしね、あのー、ちょっとリスクを低減したい、えー、返事したいのであれば、ロングを取るポイントでいくので、えー、考えても28ドル抜けてからでいいと思います。 28ドル抜けてから28ドルを背にロングっていうのは僕1つありかなと思いますのでこの辺りは是非ね参考にしてみてくださいでもしちょっと大きめにリス,あのリスクをしっかりと取ってでも大きく、えー、利益を伸ばしたいというのであれば、えー、このね 200EMA もしくは26ドル付近この辺りを背にロング取っていってもらって一度、えー、2 7 5 えー、78ドルぐらいから28ドルぐらいこのあたりを利確検討ポイントに置いといてもらってもし落ちそうであれば利確もしくは、えー、利益撤退もしくは縦値撤退ぐらいで考えといてもらっていいと思うんですけどまあそういった戦略で取っといてもらって28ドル抜けてってくれたらそのまま、えー、持ち越して利益を大きく確定していくみたいな形のシナリオが ユニスワップチャーに関してはいいんかなというふうに思います。なので、まあ、分岐点は26、えー、ドル割れから、えー、26、えー、ドルから25.5ドルぐらいまで考えておいてもらっていいかなと思うんですけど、まあ、このあたりを割れるまでは、 上目指していくとで、20、えー、明確にね、直近の安値を終わってくるようであれば、200EMA を終わってくるようであれば、次はその 200EMA を背に、えー、ショートで入っていくような形っていうのが、えー、下方向のシナリオ。で、上方向は25ドル、26ドルぐらいを背に、えー、上に上がっていって、もしくはダブルボトムを組んで、現状ね、現状ダブルボトムを組んで、ネックラインをブレイクアップしていって、28ドル上げてくるのであれば、上抜けてきての大きな利益を獲得していく。 みたいな形で今のところは考えておりますので、まあ、このあたりの、ねえー、ポイントっていうのを、えー、参考にしてね、えー、ユニスアップニチャーに関してはよいしょ、えー、トレードの方をしていっていただけたらと思います。まあ、このゾーンは絶対出しておいてください。だいたい、えー、27.2ドルぐらいかな、えー。8月の18日の21時ぐらいのダブルボトムのネックラインと、えー、8月の23日ぐらいの、えー、ダブルトップのネックラインだったポイントね。 で今現状がそこをね抵抗しているような、えー、抵抗されているような形になってますのでこの黄色いゾーンを上抜けたらチャンスやなというところで捉えておいてもらえるのが一番、えー、無難に、えー、トレードできるかなと思いますのでここはぜひね参考にしつつ皆さんのトレードに役立てていただけたらなというふうに思いますよというところで,でございますはいということでね今日もね以上で、えー、動画の方終わりたいなと思うんですが、えー、今日はですねこの後、えー、8月の26日、えー、この後21時夜の9時からは、えー、ライブ配信ね、えー、みんなと楽しい時間を作りたい なといいいうに思いますので時間がね、えー、空いてる方は是非、ね、遊びに来ていたただけたらなといいいうに思いますはいえー、あとはね冒頭にも言いましたが WSOT にね大きな、えー、ボーナスがつく形になりましたのでぜひですねまだ参加されていない方は参加検討もしくは参加されている方も、えー、今すぐにねキャンペーンコード、えー、入力してもらって、えー、ボーナスを受け取れる形っていうのは、えー、作っておいていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますのでぜひねこちらの方も活用してね、えー、お得に、えー まあ、トレードを始めてもらうっていうのもすごく大事かなと思いますので、ぜひね、こちらの方もやっておいていただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、えー、今日は以上で終わりたいと思います。えー、この後ですね、時間が合う方は、えー、21時9時のライブ配信はぜひ遊びに来てください、えー。今日はですね、えー、おまけ期待してる方もいらっしゃると思うんですが、ライブ配信がもある意味おまけやから、今日はおまけなしで終わりますので、えー、またね、えー、この後のライブ配信もしくは明日の動画でお会いしましょう。バイバイ 本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございましたチャンネル登録はこちらおすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ